中山峠への登山道奥に見えている林道が、峠付近、林道の下をトンネルが通っている。中山峠は、福井県越前市にある、福井県道上の峠である。標高408メートルの福井県道206号、上に位置する峠である。この峠の最大の特徴は、峠が移動され、かつそれに伴い解明されたという点にある。 古くはこの峠道は1931年に旧国道8号春日野の水道からの分岐路として開通し機能していたが、1968年に現在の中山トンネルが開通し峠ごと移動となった。この際に、それまでなし峠と呼ばれていた峠を地名より引用し、中山峠と改名している。このような移動解明された峠は全国的にも非常に稀である。 車両での通行が可能な峠である。上記した通り、トンネル開通に伴い峠を移動してきた経緯があるので現在でもトンネル自体が峠として機能している。片側一車線の確保された道路でトンネル内では走行しがたい箇所はない。しかし南越前町側の麓の道路は1.2から1.4車線程度の強路であり、急行売急カーブが続く、県道区間がある。 この区間は、晴天の昼間でも木々が生い茂り薄暗く、冬季には雪が積もりとの道路が溶けていてもこの区間の雪は残っていることも多い。対して、越前市側は峠を越えて、すぐに湯野屋集落に至り、道幅も片側一車線のまま勾配もフラットである。ありがとうございます。